2024年7月25日、陸上自衛隊のトップである森下泰臣陸上幕僚長が記者会見において、陸上自衛隊の地対艦ミサイル部隊の発射訓練を小笠原諸島の南鳥島で実施するとして、射撃場を整備する計画があり、東京都と小笠原村に計画を伝えたことを明らかにしたよ。南鳥島は、東京都小笠原村小笠原諸島に属していて、本州からは約 1800km 離れている日本最東端の離島で、日本列島の太平洋側の沖合に南北に走る日本海溝よりもさらに東にあって太平洋プレート上にある唯一の島であることから、太平洋プレートの動きを監視するために電子基準点が設置されているな。今回は小笠原諸島の南鳥島に地対艦ミサイル射撃場を整備する件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。そんな南鳥島は一辺が約 2km の三角形をしていて、最高地点の標高はわずか 29m と平坦で、島の周囲は珊瑚礁であるために浅くなっているが、北西太平洋海盆にあることから珊瑚礁の先はいきなり水深1000メートルとなる断崖になっているよ。島には1935年昭和10年までグアノを採掘するために住民がいたが、現在は民間人の定住者はなく、飛行場施設を管理する海上自衛隊硫黄島航空基地隊南鳥島航空派遣隊約10名と、気象庁南鳥島気象観測所約10名に関東地方整備局南鳥島港湾保全管理所3名の職員が交代で常駐しているだけで、一般人の立ち入りは禁止されており観光目的で訪れることはできないんだ。2012年6月に東京大学の研究チームが島の近海海底に日本で消費する約230年分に相当するレアアースを発見したと発表したことで注目されているね。防衛省の計画によると、南鳥島に設営されるのは陸上自衛隊が運用している長射程の12式地対艦誘導弾の射撃訓練場で、島の西側に発射機が配置され洋上に向けて発射するとされ、将来的には日本に対して攻撃を意図している敵基地を攻撃するための反撃能力として現在開発が進められている。12式地対艦誘導弾能力向上型や当初防衛用高速滑空弾などの長射程ミサイルなどの射撃試験や訓練にも利用されることになると見られているな。長射程ミサイルの発射訓練については、付近を飛行する航空機や洋上においては、航行する船舶への被害が発生しないようにするため広大な空域と海域を確保する必要があり、これまで日本国内では適切な演習場がなかったことからアメリカやオーストラリアなど外国にミサイル部隊を派遣して訓練を実施しているぜ。そのために外国との調整や部隊及び装備の移動に時間と費用を要するために訓練が制限され、ミサイル開発においても試験の場がないことで進捗の遅れにつながっていたわけだ。森下陸上幕僚長は地対艦ミサイルの射撃訓練はこれまでアメリカやオーストラリアで行っていて、訓練の機会や参加部隊が非常に限定されていたとして、国内に訓練基盤を持てることは訓練機会の安定的な確保や練度の維持と向上につながり、防衛力の強化に直結すると思っていると述べ、南鳥島で訓練を行う理由については島の周辺を行き来する船舶や飛行機が少ないことや、島に海上自衛隊の基地があることで、射撃訓練を行う際に防衛省が所有する用地を使用できることから選定したと述べたよ。また、南鳥島から最も近い友人島の父島や母島までは約 1200km の距離があり、現在運用されている12式地対艦誘導弾の射程が約 200km であることからその射撃には問題がないらしい。しかし12式地対艦誘導弾能力向上型改修は、第一段階として燃料効率に優れたターボファンエンジンの採用などによって、統合空対地スタンドオフミサイルジョイントエアープーサーフェススタンドオフミサイル JASSM の射程延伸型 ER や、長距離対艦ミサイルロングレンジアンティシップミサイル LRASM などの長射程ミサイルと同等の射程 900km 程度に延伸され、最終的にはアメリカ製巡航ミサイルトマホークに匹敵する 1500km の射程距離を目指すとされているぜ。この12式地対艦誘導弾能力向上型については、
2024年7月12日に防衛省が発表した2024年版令和6年版防衛白書の中で10ページにわたって画像付きで紹介されており、画像から判断する限りにおいて本体は12式地対艦誘導弾よりはるかに大きなサイズであるだけでなく、その形状もまた変更されステルス性能が向上されたと見られるスタイルであることから、この画像を見た軍事専門家からは、12式地対艦誘導弾とは全く別物となっているため、12式誘導弾とは全く別のミサイルとして新しい名称が付けられるのではないかとの見方が出ているね。さらに地対地ミサイル島嶼防衛用高速滑空弾においては2025年度令和8年度から、射程数百キロメートルのブロック1の配備を開始する予定とされ、2030年代からは極超音速で飛行して射程3000キロメートルでとされるブロック 2B の配備を開始する予定とされているよ。これら開発中のミサイルでは父島や母島が射程内に入るため島への誤射や漁船などへの被害が生じる可能性について懸念があり、小笠原村の住民の間では国防のために仕方ないとして容認する意見が多いと見られているが、不安を訴える声もあることからミサイルが発射される方角などについて、地元への説明については慎重かつ確実に実施する必要があるとの声が上がっているんだって。森下陸上幕僚長はミサイルを発射する方向に父島、母島があることから小笠原村から懸念が示されていることについて、発射を行う方向に船舶などがいないかを常にレーダーで監視することにしているとして、引き続き丁寧に説明して、不安や懸念の払拭に努めていきたいと述べたね。また小笠村を管轄する東京都の小池都知事はこの発射場計画について、7月25日に NHK の取材に対して、基本的に安全保障ということで国の戦艦事項になるとした上で、国境離島は重要な地域だが、小笠原村の理解を得られるよう配慮していただきたいと述べているぜ。政府と防衛省はこの南大東島の他にも、中国の軍事力による現状変更を強行する動きに対抗するため、防衛力の抜本的な強化が必要であるとして各地で部隊配備や施設の整備を進めているな。沖縄県にあって沖縄本島の東約 360km の太平洋上に浮かぶ北大東島には、近年中国海軍の空母艦隊などが盛んに南西諸島を越えて太平洋に進出して艦載機乗り発艦訓練などを実施していることを踏まえ、その監視のために航空自衛隊の移動式警戒管制レーダー部隊が配備されることになり、7月22日には北大東村が正式に受け入れを表明したよ。鹿児島県の種子島の西にある馬毛島には2023年1月から飛行場を有する自衛隊基地の建設が開始されていて、航空自衛隊機の訓練のみならずアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の、陸上空母離着陸訓練フィールドカーリアーランディングプラクティス FCLP にも使用されるほか、有事や災害時における救援物資などの集積場としても機能するとされ、4年の工期を経て完成となる予定だね。佐賀県の佐賀空港には、南西諸島などの島嶼防衛を担当する、長崎の陸上自衛隊水陸機動団が使用する V-22 オスプレイを配備するために、空港に隣接する土地に駐屯地を建設する工事が進められていて、2025年には開設される予定なんだって。また、海上自衛隊基地がある広島県呉市の日本製鉄の製鉄所の跡地に複合防衛拠点を整備する計画が進められていて、自衛隊装備品の維持整備と製造基盤などの複数の機能を持たせるとされているぜ。さらに、現状ではわずかな期間で弾薬が枯渇するとして懸念されている自衛隊の継戦能力を向上させるために、弾薬530棟程度を全国に展開させる整備計画があり、これまでに青森京都大分宮崎鹿児島沖縄の6府県への建設が決定したな。また、中国の海洋進出を牽制するための南西諸島への陸上自衛隊ミサイル部隊の配備も進められていて、現時点では宮古島駐屯地、奄美大島瀬戸内分屯地、石垣島駐屯地、そして沖縄本島の勝連分屯地に1二式地対艦誘導弾を運用する部隊と電子戦部隊などが配備されているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。